えー、こんにちは、黒田和哲です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はラタマキューのエチュードをやっていきたいと思うんですが、ラタマキューっていうのは、え、ラタマー、ラタマ,キュー,ラタマキューという聞ける、聞こえるフレーズなんですけど、これですね。ラタマキュー自体は、ここの、えー、ラフのラタマキューっていうのがここまでです。ところが、ターゲットノートを頭にしたので、タ、ラタマキューってやります。 ラタマキュー、ラタマキュー、ここから3連で始めてしまうと、演奏では実際使いにくい形になってしまうので、ひっくり返した形にはなります。タン、ラタマキュー、ラタマキュー、ラタマキュー、ラタマキュと。タ、ラ、ラタマキュー、ラ、ラタマキュー、ラ、ラタマキューってのは、これがダブルラタマキューってやつですね。タ、ラ、ラタマキュー、ラ、ラタマキュー、ラ、ラタマキューってやつですね。で、ここまで4回やったら、ここから、 ラ、ラ、ラタマキュラ、ラ、ラタマキュラ,ラキュ、ラ、ラタマキュと3回あります。これはまあ今までの位置と全部一緒で、えー、シングルが4回、ダブルが4回。 で、トリプルが3回で、ちょうど反対なので、ここからも全部書いてないですけど、左手からスタートしてやってください。これが4分の4のラタマキューのエチュードです。なので、実際に、こう、展開するときっていうのは、必ずこう、ヘミオラで3拍フレーズにするので、このダブルラタマキューが4拍子に入った感覚っていうのも、一緒に覚えてしまいましょうということですね。で、トリプルラタマキューにすると。なんか、ラ、ラタマキューってフレーズが浮かんだら、ラ、ラタマキュー っていうのを、やっぱり、四拍子の中に入れていくので、ラ、ラ、ラ、タマキラ、ラ、ラ、タマキってやると、もう展開しやすいんですね。この展開したフレーズをエチュードで覚えてしまいましょうっていうのが、えー、このエチュードです。では、エチュード1個目聞いてみましょう。 はい。それでは、8分の6のエチュードです。これ16分の12秒子って書いてあるんですけど、これなんかこの表記にしないとうまいこと線が繋がらなくてですね。まあ8分の6と一緒です。8分の6ということですね。で、たラタマキたタ、ラタマキュ、タ、ラタマキュってこう、一小節の中にですね、3回入るんですね。これまたいで、もういきなりヘミオラで入ってくるんですね。これ、 えっと、オールアメリカンドラマの33までいっぱい出てくるんで、えっと、頭からラタマキューってやってるやつだと思うんですけど、まあこういうふうにこう2でまたいでいくっていうのを覚えていきます。で、1段目は全部こう6回やって8分の6は全部終わり。2段目はダブルラタマキューがちょうど整合性があるので4回やってちょうど終わり。で、3段目が一番ややこしくて、タッラッラッラタマキュー。 ラ、ラ、ラタマキューっていう風になってくるんですが、ここめちゃくちゃややこしいです。で、ここの部分なんですけど、練習の仕方としては、タ、ラ、ラで終わらせて、次はラタマキュー、ラで終わると。要は一拍ずつの、こうずれて、一拍ずつの歌を全部覚えていって並べていく感じですね。三つ目はタ、ラタマキュー。で、ラ、ラ、ラタマ。 っていうとこまでが一つのフレーズ。だだま9の頭にもで、今度左手になって、これ下の段書いてないですけど、下の段が、えー、プリントにはあるんで、左手から全部書いてってやりましょうということですね。なので、1段目は、えー、6回でこずれてって、2段目は成功性があって、3段目は3回やって、えー、っと、 ずれてって頭に戻るという形ですね。こういう形で3連フィールの時にもこう展開して使えると非常に難しい。こう、長いドラムソロとかはこういう展開を何回もなんか一つのフレーズが展開して何回も出てくると非常にかっこよく整合性があって聞こえるので、長いドラムソロの対応策には非常になるので、こういう練習をたくさんしておきましょう。それではエチュードをやってみましょう。 はい。8分の6拍子のラタマきは超難しいですね。で、しかも、その、えっ、ー、と、ソロ33まで出てくるんで、非常に苦戦すると思いますが。これやっておくと、かなり、えー、実際に、なんていうんですかね、スローブルースなんかでラタ巻きなんか使えると、まあ、ドラムソロの展開としてはすごい楽ですよね。だから、スローブルースで、 フリードラムソロ待ってきたらどうしようってなった場合は、こういうのを使ったりとかするといいと思いますね。インテンポの中で使ってもいいし、実際これ、えっ、ー、と、こういうラタマキューみたいな一つのフレーズは、こう、何回も何回もこう、 シングルダタマキュー、ダブルダタマキュー、トリプルダタマキュー、展開して戻ったり行ったり来たりしてると、ずっと結構聴いてられるんですよ。こう展開してる感じ。だからずっとフレーズが展開するんじゃなくて、一つのフレーズが変化して出てくるっていうのが、やっぱりすごく大事ということですね。えー、こういうふうに練習してもらうと、えー、ルーディメントとしては、こう実際に自分でドラムソロで使うときに使いやすいんではないかなということで。大変ですけど。 もう毎回毎回宿題増えて困りますって言われますけど、まだ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 ありますんで、はい、頑張ってやっていきましょう。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で ぜひ、メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。